義母先生ツー赤田すんどんち義母先生の皆さん、はいさいはいさい。さあ、今週は赤田すんどんち沖縄の民謡、これを深掘りしていきたいと思いますけども、さあ、義母レールの首里駅でも流れてましたね。覚えてますか？動画見ましたか？見てください。出してますんで、これ下にまた概要欄でリンク貼っておきますんでね。まあ、首里駅でもそのモノレールで流れたりするぐらいメジャー、沖縄ではその有名な、まあ、童謡というか民謡、まあ、子供たちがね、結構あのお遊戯会とかでも歌ったりする、曲となっております。シアープーシアープーというね、お囃子なんかでみんなこう手遊びなんかもする曲なんですけども、まあ、実はですね、この歌、義母和也のオリジナルソング「へその緒」というね、オリジナルソングの中でもこのフレーズちょっと登場したりします。子供たちが好きということもあってね、このフレーズなんかを取り入れたりしておりますんで、義母和也のへその緒もぜひチェックしてみてください。聞いたことありますか？配信もしてますんでね、へその緒、まあ、そういったね、赤田すんどんち沖縄の童謡をやりましたけども、そうですね、まあ、三線で歌う時のポイントとしましては、やっぱりそのわらび歌童謡、民謡なので、そのあまりこう早くなりすぎないですね、そして一定のテンポをキープする、そして、まあ、どちらかというとその語りかけるように、その子供たちにこの歌うような優しく歌うようなイメージで歌ってもいいかもしれません。チンダミは A シャープですね、 B フラットのキーでやっております。ぜひね、赤田すんどんち、動画だけも出してますんで、それを見ながら一緒に練習してみてください。今週は赤田すんどんち沖縄民謡から深掘りしてみました。義母先生でした。チャオ。